どうも高井です。実践到達率 1%、 あなたの世界が変わる狂気の話術。この動画を視聴する前に、私は以前作ったコンテンツ 0.1% の支配者のみが操る話術によるパワーゲーム、そちらを視聴し実践し可能になった人、使えるようになった人がこの動画を視聴すると、さらに飛躍的な能力の向上が見込めるでしょう。この動画で伝えたいことは、集団って簡単に操れるよっていうことと、1対他の方が、当然私が1であり、聞いてくれる人が多数である方が話しやすいよっていうことを伝えたいですね。人は1人の方が動かしづらいんですよ。大勢でいる方が実は集団っていうのは簡単に操作しやすい。テレビは洗脳の兵器だなんて言葉もあったりしません？なんで簡単に操られちゃうかっていうと、人ってグループ、一つのグループに所属しているときに、自分自身の意思っていうのは他人任せになります。自分自身の考えや防衛本能というのは、集団に入るとあいつに任せといた方がいいよね、そしたら安心だってならない。その中でリーダー格の人がいたら、おそらくあなたはその人を頼るだろうし、あなたがそのリーダーであったら、頼られてる以上俺が何とかしなきゃいけないっていう責任感が生まれちゃうね。その責任感あるリーダーが話のまとめの役の一人であり、私がその人と話したりした場合、その人の目って必ず泳いでるんですよ。それだけ責任っていうのは、どれだけちっちゃかろうが、感じてしまった瞬間にもはや精神不安定になっている。よっぽど強いリーダーだったらいいだろうけど、責任というものが言葉っていうのはとても重いっていうのは感じるね。しかも世の中っていうのは、自分自身から望んでリーダーになる人って少ないんだなっていうのを多くの人見てて思う。弱い人ほど固まるっていうイメージ私は強いんで、あなた自身はどちら側かな、望んでリーダーになる、それとも唯我独尊に一人で行動する。こういう本読むとね、集団で動くことの恐ろしさを痛感せられます。あなた自身も読んでみるとね、新しい発見が得られるかもしれません。ベストセラー本だからどうかな。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。